洋服超タブーなんで、原価公表するのね。だからみんな原価知らないんですよ。なんか怒られてたもんね、ゾゾの前澤君が。ああ、そう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 、基本言っちゃいけないんですよ。まあ、俺結構言ってるけど。なんで言っちゃいけないことになったの？いや、本当そうなんですよ。あの仕組みはね、最初にね、原価率1割ぐらいで売ってセールやって、最後ファミリーセールで売る、在庫をかけさせる。夢が乗ってる価格だからで売っちゃダメ。そうなの。工場さんが嫌がるんですよ。なんで？この金額でじゃあできるんだって、他の人たちもみんなそれで交渉し始めちゃうから、最安値出されるとそれが基準になっちゃうんで。マーケットってそういうもんじゃない？マーケットってそういうもんなんですけど。そうなんですよ。なるほど。バレルやろうか。バレルはそういう穴いっぱいありますね。確かに。バレルやってるけど結構売れてますよ。シャトーブリアン。シャトーブリアン。ああ、いいですよね。物がいいですね。シャトーブリアンはお店で売れるからね。スナック MB って増えてくるんですか？今実は、そう、言えないんですけど、微妙に、某有名百貨店の地下で出店するつもりなんですよ。いや、僕ずっと思ってたんですけど、百貨店の飲食っておかしくないですか？百貨店って洋服がっつり売ってるじゃないですか。で、下行くと飲食じゃないですか。どこに動線があるのかなってずっと思ってて、百貨店で洋服買って、例えばスナック MB をその某有名百貨店地下に出すんですけど、そこだと洋服買ってきたものを広げてお話ができたりとか、撮影スポット作ってあげて、もうすぐその場であのインスタ投稿できたりとか、共有できる仕組みを作っちゃって、なんかネタ的に上からちゃんと下に下ろしていく動線を作ろうと思って。頭いい。なんでこんなにぶつ切りで上と下で客層違うんだろうっていつも思ってたんですけど、ルミネとかパルコとかそういう百貨店さん行くと、なんかパキッと分かれてるのがおかしいなと思って。だったらちゃんと動線作って、ファッション寄りの飲食みたいな、例えば洋服がサンプルが置いてあって、それと自分が今買ってきたものを組み合わせて写真も撮れてみたいな、カメラマンを置いてカメラマンが撮影してくれて、それ SNS に投稿できてみたいな。カメラマンが大事なんです。そうですよね。これね、またさっきのサロンの話に戻すと、専用のアプリがあって、そこに行ってる女の子に聞いた話で言うと、でも不満があると。美容師がスマホとかでビフォーアフターを撮ってアップするんだって、見たくないって言って。なるほど。自分の顔を見たくない、ちゃんと撮った写真じゃないから。カメラマンじゃなくて素人が撮ってるやつだから。そう、素人が撮ってる。漏れてないんだ。全く漏れてないわけ。もうなんか全く漏れてないわけ。そうですよね。せめてスノーとか使えみたいな、みたいな感じなんだって。ライティングもされてないし、だから投稿しないわけ。そうですよね。そう、意外とそういうニーズあると。ありますよね、だからさっき写真を撮ってって話をしてたじゃん、カメラ前に出て、そういうことすらやらないわけ。だって30席ぐらいあったらそれできるじゃん、できるできる。フォトブース作ってそこでカメラマンが撮ってればいいわけじゃん、ライティングもバチッとされてて持ってくれればいいわけでしょ。だからサロンビジネスも僕はいろいろ調べてみて、飲食ってやっぱちょろいんですよ。ちょろい。みんななんか飲食店ってすごいレッドオーシャンで競争激しくてどうのこうのって言ってんだけど、自ら競争に行くんですよね。どっちかっていうと大事なのって料理の技術だったりとか味だみたいに思い込んじゃってて、実は違うんだけど、実は接客だったりとかブランディングとか接客とかの方が大事なんだけど、なんかそっちをおざなりにしちゃうというか、調理技術は学ぶのに経営を学ばないんだよ。不思議でしょうがない。それは商売基本を分かってないよね。基本の木じゃないですか、そういうのって。洋服もそうなんですよね。なんかいいもの作ったら売れるってみんな思っちゃってるから。やっぱりそうなんだ。はい。そんなわけないじゃん、みたいな。そうだよね。あ、同じですよ。みんなビジネス視点ないんですよ。ないよね。びっくりするぐらい。たまにビジネス視点がある人がいると、うまくいくよね。そう。僕、別に大してセンスもないし、作る技術もそんなにないけど、むちゃくちゃ売れるっていうのは、単純にそのビジネスの観点が入ってるだけだと思うんですよ。すごいいいもの作ってる自信はあるけど、そんなパリ・ミラノに行くようないいものではないし、そんなもんだと思うんですよね。オフィシャルカメラマンビジネスみたいなのを、月一でこのお店の撮影をしてみてください。メニューと写真を一緒に流してあげれば、写真を撮る手間もいらないじゃないですか。お客さんが自分の食べてるものでメニューと写真一緒に送ってあげれば何の問題もないっていうようなことをやろうかなとか、飲食をやってみて思ったのは、飲食は全然レッドオーシャンじゃなかった。同じですよ。洋服もそうですね。レッドオーシャンっぽいけど。いや、なんか、あんまり自分のブランドの売り上げとか言わないんですけど、去年1年間で一番か売れたものがあって、だいたい枚数決まってるから、一番売れたって言っても1000枚で止まったりするんですけど、止めたりするんですけど、瞬殺でなくなったのが、ミドルコートってコートの中に着るコートで、なんで作ったかっていうと、ユニクロのコートにそれをドッキングさせるために作ったんですよ。
ユニクロでめっちゃ売れてるコートがあって、はい、そのコートみんな着てるんですよ。ビジネスも着れるようなコートだから、はい、みんな着てて、みんな持ってるから、それにプラスアルファで、これ買うと、ユニクロのみんな着てるコートが、みんなが着てるコートじゃなくなるよっていう提案の仕方をしたら、プラスオンで、それ単体でももちろん着れるんだけど、プラスオンでユニクロのアイテムにセットすると、めちゃかっこよくなるよって提案したら、すげー売れて、みんなユニクロすごいけど、ユニクロと戦おうとするんだけど、勝てるわけないから、数の多いで。プラスアルファで敵にしないで味方にしちゃえば戦えるわけだから、って思ってやったら勝てて、みんなそういうこと考えないんですよ、洋服。まあ飲食もそうだと思うんですけど、洋服も本当そうで、学校勝負して泥沼にはまっていくんですよ。安売り方向で泥沼にはまる人と、あまりにもニッチな方向行って泥沼にはまる人と、二通りあると思うけど。